今はね、私は岐阜に来ております。岐阜駅、まあ、本当はこれもこれ JR の駅なんですけど、まあ、実は、まあ、名古屋鉄道ね、略して名鉄、ね、名古屋は何でも名と、あの名古屋東側の名とワードとかそういう風にね訳するんですけども、まあ私名鉄特急で岐阜に、名鉄岐阜駅に来たんですけどね。というわけで初めての、まあ岐阜県初というわけで、まあ私はまああの皆さん、これこのビデオ見てから私のことを知っている方はまあご存知だと思うんですけど、私はまあ北海道とか東北とかにいろいろまあ縁もあっても、今までそういう西の方に来たことなかったので、まあまあ行ったことありますけどな、名古屋とかこの辺は東海地方は本当に初めて未知の世界です。ということでね、岐阜の街、なかなか、ね、いいですよ、本当に。やっぱ東京って、いや、北海道とかね、青森全然違うな、長野県ともな、独特の雰囲気が。というわけでね、街を散策してみようと思って、お、青になった。ちょっと笑ってみようか。I'm speaking English. I'm in the prefecture of Gifu. And I'm here for the first time. Today I have school. I'm a college student and I'm taking classes. Well, we don't call our classes online. It's called a correspondence, more like an old-fashioned distance education. And after school, I came here to Gifu. After leaving Nagoya, which I had school at, and I'm walking on the street. ということで英語ね交えていましたけれども、まあ別にそんな今言ったこと英語で言ったようなもんなんですけどね。もう境パン美味しいね。こういうねローカルなものいいですね。これねピアノ生徒募集。アイスクリームパン食いて食いて本当。岐阜ねやっぱ。てかこっちの方は特にあまりないだろうな。てか岐阜ワードも行ってみたいんですけど、まあ時間ないかな。てか、このビデオはあまり大体3分ぐらい4分ぐらい以内に収めるようにしてるんですけどね。岐阜にはギフワードっていうのがありますしね、ギフステークっていうのはないらしいんですけど、名古屋ステークの一部かな、ね、というわけでこういう、まあ、旅行って本当に楽しいものですよ。私は、ね、年末長野県とかまで行きたいと思うんですけどね、この辺本当に最近よく行くようになりました。なんかそうだな、あまり特徴、まあそうですね、まあ少なくとも東京とは全然違う雰囲気ですね。なんかコンビニだってなんか K マートとかベルマートとかあまり東京では見かけないローカルのコンビニも多いし、でもこっちの方はあれだな、もうちょっとこう足を伸ばす時間があればなんていうんですかね、郊外の方に行ってみたかったんですけどね。いや3日間のね学校は本当に疲れた。本当にまあ詰め込み授業でまあつってもあれなんですけどね、すごい通信教育って本当に私にとってすごいいい方法で本当に感謝してます。あ疲れた。いやーなんかもう本当ここを離れるの寂しいぐらいだよ。もうかといってまあ名古屋に永住しろって言うとちょっとまあ東京はな、東京いいとこだから、東京好きだからな、まあいやまあそんな遠いとこじゃないからね、何度も来れるしということで、この辺は終了。さっきからなんか周りの人がね、何ブツブツ言ってんだお前はみたいな感じで見られてるかもしれませんが、ここで4分経過か。ドラッグストアレモン、おお、まさにローカルなドラッグストアレモンね、あのポアロっていう YouTube の動画でミスレモンっていうね、あのレモン夫人って言っても結婚しないから夫人じゃないもんな、ミスレモンさんっていうポアロの秘書がいるんですけどね、ミスレモン中仙道、ちょっと待った、中仙道って何、板橋区の中仙道見えるのかこれね、このカードが見えないけど、中仙道ってそういえばねえ東京から繋がって、日本史って俺口だからな、ほんとな、しょうもないな、いやどうしてもね、あこれ今伊藤園の自動販売機ですか、それはもう東京にはあるんですけどね、あのなんかこの辺は本当に伊藤って名古屋に来て思ったら本当に伊藤という名字の店とかね人が多いっていうことで、伊藤さんこんな多いなんてね。私の先祖は秋田県、青森県出身で、これ愛知県の人は一人もいないんですけど、
まあ、伊藤ツアー全国で8番目に最も多い名字なので、まあただ名古屋方面にこんないるとは思わなかった。まあうちの先祖も辿ったらどこになるんだろうな。もともと東北地方だ、まあ父は北海道なんですけどね、それも遡ると秋田県になるんですけどね、ただ秋田県も遡るとどこまで、わかんないんですけどね、東北地方っていうのは多分東京とか江戸とか名古屋よりも後の方に東北地方って開拓されていた地なので、もっと遡るとさらに、ね、行くのかね、愛知県もわかんないけど。というわけでここはふるさと祭り、あ、いいな、中仙道ふるさと祭りか、俺んちの近くに中仙道あるぞ東京都はもう岐阜ナンバー、おーいいね、そうだな、そんな感じでとりあえずじゃあここまでで、皆さんまた catch you later.